チュムポン駅は、太陽国南部、チュムポーン県、ムアンチュムポーン郡にある、タイ国有鉄道南本線の駅である。チュムポン駅は太陽国南部、チュムポーン県の県庁所在地であり、人口約15万人が暮らすムアンチュムポーン郡にある、タイ国有鉄道南本線の鉄道駅である。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。 一等駅であり、特急列車を含むすべての列車が停車する駅でもある。このため列車本数も多くた日に26本の列車が発着するが、大半は利用しにくい早朝、深夜である。大国有鉄道南本線は、東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として着工された。旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が1九百三年六月十九日に、 開業したのを皮切りに、南北三箇所より、同時に延伸工事が開始され、1916年9月1日に、当駅にて、南北からの路線工事が完了し接続された。チュムポーン駅構内端式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。当駅に隣接して、西側に、 タイ国有鉄道のチュムポーン工場がある。ディーゼル機関車、機動車、客車、貨車の修理、整備を行っている。工場内は常に各種車両でにぎわっている。タイ国鉄蒸気機関車178号機、タイ国鉄蒸気機関車235号機駅前に、退役した蒸気機関車178号機、235号機が生体保存されている。 ありがとうございます。